ステムクラッシュダウン君の刀でダウンレテンフーヤー。皆さんこんにちは。こんにちは、今日も始まりました黒川敦彦のチャンネル翼。本日は一水会の木村光弘代表にお越しいただきました、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。まあ、木村さんといえばやはりロシア問題ということでですね、やっぱりここ最近ロシア関係の、まあ動きがございまして、それについて、2人でちょっとお話をさせていただきたいと思います。まあ、やっぱり一番大きな動きというのは、ロシアが、4州、南部4州でいいんですかね、4州を、まあ、併合したという一応、西側メディアの報道ではなっているんですけれども、まあ、これに関してちょっとその実態と是非を、2人で話していってみたいんですけれども、まあ併合っていうことは西側メディアは言いますけれども、とりあえず、住民投票が行われて銃口を突きつけたり、またはロシアにね編入させるための、そういう住民投票じゃないかということが言われてますけど、まあ、ロシア側がちゃんと発表しているのは、自由な、意思に基づいて自己決定権で、そして住民の人々が、まあ、特に、ロシア語話者の方、ロシアのその伝統文化、まあ、いわゆるウクライナの中に住んでいるロシア人の方ね、そういう人たちが、自分たちはロシアと一体になるということでの決定権をしたんだと。で、まあ、ドネツク、ルガンスク、サボリージャ、そしてヘルソンというところですけども、まあ、ドネツクとルガンスクは今まで、まあ、そういうことでドンパス地区と言われてたんですけど、南部のヘルソン、まあ、独立を宣言してますからね。宣言してますし、それ承認されてますからね。で、そこに、さらに、まあ、ウクライナの今の政権が、ヘルソンの方の方々、さらにはサブリージョの原発のあるところですけど、そういうところの方々に対する非常に弾圧をね、したり、抑圧をしたり、で、ロシアの側にお前、クミシさんじゃないか、ロシアのスパイじゃないか、ということでの非常に弾圧を強化してきたんですね。で、それに対するもやっぱりその怖さがあるわけですよ。自分はもともとそのロシアとウクライナが仲良くなって、そして兄弟国なんだから、そこに生活してたロシア語も喋るけど、まあ、ロシア人の血が流れてる。で、それはウクライナを敵対するわけじゃないんだと。しかし、もう2014年から大変な状況になって、まあ、ドンパス、地域のような、戦いまではなかったけども、相当の嫌がらせを受けて、ロシア語を使うなとか、ロシア文化をね、捨てろとか、言われることには、たまりかねてたという人々が、今回のヘルソンでも、サボリージャでも、ロシアに自己決定権で編入をしていこうという流れになったと、私は見てますね。それは。だけど、それは、やはり、西側社会、西側メディアが、やっぱり西側の方の人が来れば、いや、私は実はロシアが好きなんですよ、ロシアに、加担してるんですっていう、ことは言わないですよね。いや、今この状況は早く平和になってほしいですと。ということになれば、あっちのウクライナの部隊が、じゃあそれを解放しましょうかということになっていくことをね、やっぱり黙認せざるを得ない。しかし結果として住民票投票手続きが行われて自分の意思を表明したというのはちゃんとこれはね見とかなければならない。一概に銃口を突きつけられたからそうなんだっていうんではなくて、そこに住む人々が本当に願っているのは何なんだということをちゃんと見とかなきゃならない一つの事態だと思います。いや、これは私難しいなと思ってまして、まあ私別にそんなに、まあそこまでロシアを非難するような論調で今までも来てないですし、まあ根拠についても、まあ一定は理解できるんですけど、なかなかその戦闘状況下においての、選挙ということに対する、この正当性というのは、まあすごい難しいなと思うんですね。
まあちょっとこれはまあまあプーチン氏も、まあ強引なところは、まあもちろんやむにやまれずなところはあるけれども、これはまあ西側メディアからしたら、まあ銃口を突きつけての強硬的な、まあ選挙だというふうな今まあ報道がされており、まあそれ自体はもう西側のプロパガンダなので、それを鵜呑みにすることはいけないんだけれども、この、戦時下における選挙の妥当性ってすごいこれは難しい問題だなと思うんですね。いやそれはまさにその通りなんですね。だから日本国憲法だって占領下の憲法だ。そうだからこそ無効だっていう話を、まあさっきもあの、ハーグ陸戦条約43条の話をしてましたけれども、まあ一定そういう混乱下においては、まあ勝手に法律を決めたり、また占領下においての、まあその国の何かをあまりいじるっていうことはやめようねっていうのは、まあ、なんとなくは国際法上、こう、まあ、議論されていることなので。そうですね。主権が存在してないということですよね。自由なね。そうですね。ということで言われるんですけども、まあ、その状態をどういうふうに見るかということが、国際法の中でもいろいろ隙間って言いますか、ありまして、で、国連憲章の第一条はね、要するにその、そこに住む人々の自決権をちゃんと尊重されなければならないんだと。それが大前提であるんだと。で、結局それは何かというと、ロシア側が言ってるのは国連憲章第一条の住民の自発的な意思の状況下がもうすでにないと。いうことですよね。それはでもその通りなんですね。その通りなんですよ。何十年もかけて西側が侵略してきて、大統領はユダヤ人がやっているスラブ民族の国っていうのを作っちゃって、そこに民族自決があるかって言ったら、それはないと思うんですよ。ないんですよ。という異常な状態。そう、異常な状態。で、ましてやそこに、まあ、アゾフ部隊だっただとか、ウクライナ軍隊だとか、ファン部隊だとか、ウクライナの諜報、ね、そもそもアメリカからブラックウォーターが入ってくるとか。ブラックウォーター入ってますもんね、すでにね。それはもう、米軍ですから、ロシア側にしてみると、そうそう、米軍ですよ。これ完全に米軍ですから、米軍戦争してますから、ね、そうです。してるんですよ。実際にしてますから。実際に何千人も入ってますよ。はい、ただ、まあ、民間の会社だという体にしてるっていうことで。はいはい、ロシア側も、その、ワグネルもね、入ってますけどね。はい、ぐちゃぐちゃです。ぐちゃぐちゃですよね、結局。でも、ロシア側の、この、9月30日の、あれですね、プーチン大統領の声明文が長いんですけど、これね、長いですよ。はい、結構長いんですけど、ちゃんとその、今回の事態に対して編入したと。まあ、それは自発的に、ロシアの人々と一体となるということを我々は歓迎するとともに、ロシアはその、人々の守る義務があって、それを遂行していくんだということが書いてあって、で、なおかつさっきおっしゃったね、もうやっぱり西側がどんどん来て、西側のルールを作ってるけど、それは全部欺瞞じゃないかと。ね、今までその建前ではそういうこと言ってるけど、全部欺瞞でおかしいよ。で、我々は何回もちゃんと話をしてると。去年の12月においても、ちゃんとウクライナのね、問題において、そして、議論をして、平和交渉をして、そして、NATO をね、東方に拡大するっていうことに対しても、我々の一部指導者は、首脳は、それを信じてしまったけど、その後全部壊されてるのはね、アメリカじゃね、西側じゃないかと。で、大陸間弾道弾の、その兵器のね、条約においても、全部中距離弾道ミサイルの、条約においても全部壊してるのはアメリカだと。我々はルールをちゃんと守ってきたにもかかわらず、またおかしくなってね、言われてますよということで書いてますね。まあでもそれはその通りですね。ええ、その通りです、はい。それはその通りです。そうなんです。だからこれ、非常に私はですね、プーチン大統領の声明っていうのは、新植民地主義が今、横行してやってきて、結局西側が全部、従える国々を、奴隷状態にしてて、主権を奪って、何ら、同盟だ、関係が強化してるとか言うけれども、実はそうじゃなくて、自分の手下にしてるんじゃないか。そういうことを、恥ずかしくないのか。ということを言ってるわけですね。それで、日本とかですね、大韓民国の大統領や西ドイツの首相なんかは、盗聴まで仕掛けられてんだよと。それは世界のもう知ってることだと。
官邸だけじゃなくて、プライベートでも仕掛けられてるんだぞと、そういうような屈辱をね、受けてるのに、そういうことを黙っていられるのか、それはもう屈辱以外に何もないんじゃないかっていうことも書いてるわけですよね。で、日本なんか、原爆をニャーズも脅されて、そして、その後ずっと主権も奪われている状態でいいのかっていうことをですね、まあおっしゃっているんで、まああまりにもその他国のね、政治状況をどうなんだと上げつらうことは、その内政干渉になるかもしれないと思うんですけれども、まあプーチン大統領が世界観としてね、こういうことを言ってるのは、我々がやっぱりこの戦後77年の体制は戦後体制なんだ、おかしいじゃないか、やれたポツダム体制の打破なんだっていうことを言ってきたのとですね、非常に通底するその世界観のその今回の声明なんですね。だからなるほどと思ってですね、非常に下に飛びますし、言ってることはそのいや、やっぱり正しいような正しいところも多くあるよなっていうようなね、そういうようなですね、その声明でしたね、読むとね。まあ黒川さんも今、いや、言ってることはまさにその通りなんだけどとおっしゃってるんだけど、しかしちょっと強引なところはあるんじゃなっていうのがやっぱりその、まあ、黒川さんの、まあ、広いそう、まあ、立場なんですね。大変だとはね、ロシアが置かれる立場も大変だとは思いますけれども、うん、そうそう、なかなかこの併合って言われるニュースに関して、まあ、普通の人たちはこう、まあ、また一段とロシア悪いっていうプロパガンダがこう進んじゃいますよね。なっちゃうんですね。一般の人々は、ロシアがもうこれ国際法だとか戦後の秩序っていうものを全部打ち破って、もう自分たちに侵略をやってるじゃないかっていうふうに普通の人は見ると思います。そうですね。しかしながら、その多くにある、その今までちゃんとルールを守ってきた、そこに住むロシア系住民の方々がかなり弾圧を受けて、迫害をされているというものをどう評価するのかという問題があるわけですね。それが南部地区のヘルソンであったり、ボリジ、サボリジにそういうものが及んで、そのドンパスの地域だけじゃないっていうことで、さらにロシアが権益、勢力圏を拡大してるんじゃないか、これは国際法に違反するもんだっていうのが今のですね、まあ、西側はそう言いますよね。しかしロシア側のこの声明なんかを見ると、まあ、100万人単位の方々がやっぱりロシアに、自給措置を求めている。自分たちは自分で救いたい。しかしそのやってきたけれども、ウクライナにその弾圧を受けて迫害されている。それをやっぱりですね、助けてくれるのは、ロシアしかいないっていうことで、そして手続き上は自分たちの自発意思を証明するのが選挙なんだということでね、まあ、そのことを言ってるわけですね。で、ロシアとしてね、もっとマスメディアもこう4州に行って取材してほしいですよね。本当なんか西側の言ってることばっかりこう、もうロイター通信のやつそのまま流したりとか、CNN そのまま流したりしてるんじゃなくて、やっぱ日本のマスメディアも4州行ってみてもらって、住民が本当にどうなのかと。そうなんですよ。一時ね、日本のメディアでも大手のメディアの方じゃなくて、個人でね、まあ、戦争取材なんかをやってる方々がキエフに行きましたよ、キーウにね。そしたら、なんか、もうメディアセンターみたいなのが、ウクライナ側で用意されて、全部、なんて言いますか、自由じゃなくて、こういうとこ行ってくださいとか、ああいうとこ行ってくださいとか、コントロールされてるような気がするってことを、日本の、インターネットテレビでそれを、喋った人がいます。言ってますね。言ってますね。実際じゃあ、ウクライナに入国したら、4州とかに行けないんでしょうね。行けないですね。それは。おそらくね、そうですよね。それはウクライナ側が絶対行かせないですよね。行かせないです。そんなところで現地の住民がもうなんか、今のウクライナ政府にこんなことされましたみたいなインタビュー取られたらまずいですからね。ただ実際にやっぱこの4州においては、今の西側のウクライナの、まあ、政権、特にまあ、ユダヤ人大統領による政権から、弾圧を受けたっていうのは、これはおそらく事実だと。事実です、ね。私も思います。そうなんですよ。弾圧の仕方は何かというと、まあ、ロシア語を使うのはウクライナ語を、その、国語なんで、それに従え。まあ、公用語ですね。そして、市長、
そのや区長やそういうところの、公的手続きが全部ウクライナ語になっていってロシア語を使えなくなっちゃったということは事実あります。それをやっぱ日本にいる、ロシア語ウクライナに住んでた話者の人たちは非常に、屈辱的で名前も変更させられたと、自分の名前はロシア名だったんだけどそれをウクライナ語にされて何だかそんなものを、ね、名乗らされたということは、本当に屈辱だったということを言う人います。で、まあ、世界的にこのプーチン大統領の声明の中でも 2箇所で言ってるんですけど、世界的にやっぱりその西側の方からロシアに対する、ルソフォビアというですね、ロシア憎悪の感情が昔からあって、そのロシア人差別というものは世界でね、どこでも行われている。で、それはロシア人にとってロシアが一生懸命、国際ルールを守っていっても、すぐロシア人だというふうにね、被害者意識なのかもしれませんけど、厳然として、ルソフォビアっていうのが存在していることはありますし、この中でもね、プーチン大統領はそのことに言及しています。まあ、被害者意識じゃないかって言うけれども、実際その、ロシア語を話しちゃいけないとか、ロシアの、名前を変えろとか言われるまでね、そういうとこに被害感情をさらに強化していくものになりますからね、それは。まあ、そういうこともちゃんと言ってるというのを見とかなきゃならないと思いますね。あと、今回の、うん、まあ、4州の、住民投票のことに関してなんですけど、まあ、ちょうど木村さんの紹介で、ロシアのボンダレンコ参事官が、大使館の参事官が、はい、ここに来ていただいて、過去動画にも上がってますけれども、まあ、あの時に言っていた、ロシアは占領を目指してないと。それはまあ、当初から、プーチン大統領も宣言してきたと思うんですけれども、まあ、確かに占領ではないんだけれども、なかなかその実質的にまあ、領土拡大になってしまったという面を考えると、まあ、やっぱ上げ足取られやすい状況にはなってしまったなとは思うんですね。でもこの辺のやっぱり、占領では確かにないの。あ、ちょっと僕もう一言、はい、で、あと国際法自体が極めていい加減なものなんで、僕もこれ国連の非難決議見てみましたけど、何にもちゃんと書いてないんですよね、結局。じゃあ何に違反してるかっていうのはなくて、でもちろん国際法自体が非常に曖昧で、まあ、結局国連って言ってもあれは連合国なわけであって、まあ、アメリカを中心とする連合国の利益代弁者なわけで、どこにも国際的な法律なんていうのはやっぱなくて、まあ、パワーを持ってる人間が決めたことに従えということなだけじゃないですか。まあ、そういう意味から言うと確かに今回の行動、ロシアの行動も違法ではないと思いますね。それは違法ではないと思います、うん。侵略に関する定義っていうものも曖昧で、非常にその侵略的判断っていうのがね、何箇所かのその、なんて言いますか、事実関係をちゃんと検証していかなければ、そうにはならないんですよね。それも何箇所ですから、まあ、例えば、そこに住む人々が、どれだけ虐待を受けていて、それを、救えてることをやってきたとか、さらにはその、宣言がね、戦闘行為、軍事行動で戦争宣言があるとかないとかね、そういうようなものもあるし、まあ、ロシア側は一貫して特別軍事行動ということを言っていて、その救うということを言っているわけですけども、でこの中にも書いてありますけれども、ロシア側の言っていることでは、まあ、併合というよりも解放なんですよね。そして1990年代のいわゆるその冷戦が崩壊した時には、ウクライナの中でもやっぱりロシアと一体となろうという人たちがいたんだと。それはソビエトと一体で兄弟でやってたんだと。しかしそれは逆に言えばね、冷戦でロシア側は首脳部がそれを信じて負けてウクライナの独立をしたけれど、その時点で、まあ、ウクライナの一緒になろうとした人たちが、まあ、やられた、しまったと。そして、その時は我々は力がなかったし、その人たちをね、守ることができなかったのも一つの屈辱なんだと言ってるわけですね。ですから、だけどその、力がなかったけれども、ウクライナは中立であると。
ウクライナはむしろ、ロシアと兄弟国として、永久に中立であって、NATO とかね、そういうところに加盟しないんだということを宣言してるわけですよ。ところが今回この2014年以降の状況っていうのは、前ここでもですねお話しされたように、アルスビッチ・アレキサンダーさんという人はね、もうゼレンスキー政権は NATO に加盟するために戦争を3回も4回も仕掛けていくんだという意図が明確になってるわけですよ、ウクライナ側の。そしてそのためにはもう弾圧はするわ、虐殺はするわ、徹底的に迫害はしていくということで、自分たちがもう NATO に加盟するということの仕掛けをやってるわけですよ。いや、めちゃくちゃに西側がロシアを挑発し、西側と西側の傀儡のウクライナ政権がロシアを挑発したっていうのは、まあ、これはもう明白な事実だと思いますね、はい、だからそういう側面が結構あるということをまず深掘りして見といていただいて、そして、このような4州の自発的な選挙の実態というものがこれからね検証していかなきゃいけないんですけど、そういうものがあるということですよ。だからやられてやられっぱなしで、もう自分たちは助けを求め行っていかなきゃならない、そういう選挙をしなきゃいけないということがね、はい、存在して、本来ならば日本が停戦協定の中心とかにあるべきなんですよ。なるべきですよ。なるべきなんですよ。なるべき。言っても、だって世界3位の経済大国ですから、ただまあアメリカの属国なんでね。だからこの中で、プーチン大統領は我々はいつでも、その、戦いを停止する。そしてもう一度話し合いにテーブルに着く用意はいつでもあると。それは常に言ってます、ね。いつでもあります。常に言ってます、ね。言ってます。だからそれを挙式してるのは、ゼレンスキー。だから、とバイデンでしょ。バイデンですよね。バイデン。ゼレンスキーとバイデンでしょ。で、その後ろには軍事産業でしょ。はい、どんどん売れるからということで、今、アメリカの軍事産業の株がすごい上がってるらしいですね。はい、だからそういうことでね、平和の、まあ、代償をちゃんとしっかり守ろうとしてないのは、一体誰かということも見なきゃいけないなと思いますね。で、この間もね、なんか、クリミア大橋ですか。はい。爆破事件が。爆破事件がね、はい、今問題になってます、ね。問題になってますよね。だあれは本当にウクライナの保安機関の特殊部隊がね、やったと。おそらくそうでしょうね。だから、そうなってますよね。まあ、ロシア側から車をね、こうやって入ってきて、ロシアの車の中にもう仕掛けてたんでしょうけどね。で、ちょうどその、列車がうまく、燃料を積んでるところにですね、爆破装置を仕掛けて、爆破して、で崩落させて、そしてロシアにとっては、まあ、打撃ですよね、まあ、かなり大きな打撃ですよ ね。あれ結局クリミア半島側からなんか海路で持っていったものを陸運したりもしてるわけですよね、おそらく。それも今あるでしょうね。で、それは橋が落ちればできないってことですよね、うん、できないでしょうね。まあ、昔はフェリーがあって、その 海路で、フェリーで、まあ、就航してましたから、行ったり来たりしてたんですけど、持って行ったんですよね。で、それは結構台数が限られちゃうということで、陸の大橋を作ったんですけどね、19キロのね。だからあれは、1日は、かなりの台数が行ったり来たりして、鉄道もありますから、物資の、補給にはなってますけど、打撃だと思いますね。ヘルソンとか南部地域のね、補給に、かなり打撃を受けているというふうに言われてますね。全く停戦に向かう雰囲気がないわけですよね。だからあれはまあ一種、インフラ民間施設の一種ですから、そこを、まあ、爆破して攻撃するというのは、我々のメンバーのクリミア友人会議のトルコの人がですね、これは、いかに、ウクライナのゼレンスキー政権のテロ活動の実態を国際的に証明する、根拠のある、ものだという声明を出してましたね、彼はね。だから、あそこはもう、別に軍事補給路だけではなくて、クリミアの200万の人々の、インフラ生活の、ライフラインの一つなわけですよ。そこをやっつけたわけですからね。それは大テロリズム的な、ね、攻撃だと。
で、ウクライナ側は違法な建築のものは全部ぶっ壊すというようなことを言ってるわけでしょ。だけど違法かどうかっていうのはウクライナが決めることじゃなくて、クリミアの住民の方々がそれを決めることなんですよ。だからクリミアはなぜ、2014年の3月18日にロシアに戻ったかということは、これはウクライナじゃなくてクリミアの人の自決行為によって戻ったわけですから、それを尊重しなければならないですよね。だって何かというと、もう、元々の歴史はウクライナ、クリミアはロシアですよね。それはフルシチョフがソビエトだからって言うんで、結局、ウクライナ共産党で自分の立場を作られて、ウクライナにまあ恩義があったということで、そのリゾートでみんながクリミアに、保養で行くところの、まあ部分でお金をね、少し現地からぐらいに落ちるからということで、クリミアを、1954年に自分が書記長になるということでプレゼントしたわけですよね。行政のちょっと遺憾をして。その前まではもうずっとロシアがもうそこを開拓して、みんなが保養で行って、ニコライさんの皇帝の、その、保養地のニコライ、リバディア宮殿っていうのもありますからね。そういう、ロシアが開拓してお金投資して作ってきたところをフルショフが、ウクライナにあげたということですね。それで、その間、まあ、ウクライナの、まあ、ソビエトですから、ソビエトで一緒になって、そこに上がってきた利益は、還元されてたんですけども、1990年代にウクライナに独立して、中立のウクライナになった時に、クリミアの人々はもう、ロシアに帰りたいっていうことをずっと言ってたわけですよ。しかし、ウクライナ憲法の138条の中には、クリミアがウクライナに、帰るためには、ウクライナ全体の国民投票があると。これは、人口比率から言っても無理なんです。しかし、ウクライナは、クリミアのいろいろなリゾートの上がりをですね、どん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 吸収して、僕が1914年にクリミアに行った時には、もうインフラは非常に良くない状態でしたよ。それはウクライナの地域に所属してたクリミアの二十何年間っていうんですかね。これは大変な、経済的、効果や経済的な利潤というのは、ウクライナに吸い上げられちゃって、ウクライナってそんなに裕福な国じゃないから仕方ないですよね。中央がクリミアの上がりを取っていっちゃうと、で地産地消じゃない経済効果が全然落ちないから、特にクリミアの人々は不満は強いし、これはロシアに帰りたいっていうのはまあ必然ですね。だからそういうことをちゃんと見ておかないと、ロシアがなんか手突っ込んでクリミアをね、自分たちに併合したっていうんじゃなくて、もうすでにクリミアの人々が、我々は本当にもう実際はロシア人が多い、そこにロシアに帰るんだ、その方が我々自由に経済できるんだっていうことがあったわけですから、そういうことをちゃんと見ておかなければならないし、今回のクリミア大橋だってインフラのこういうことで、ライフラインで、それをね、違法建築でね、壊さなきゃいけないっていうのは、いかにも、そのゼレンスキー政権のリボウの西側の人が言ってることでね、非常に政国を射てないし、ウクライナのナチス政権の、顧問がそういうことを言ってるに過ぎない。これはもう大、それこそ侵略主義の、ナチズムの言ってるものに他ならないんですということですね。そうですね。ただこれはまた大変なんですよね。ですからこの検証委員会で誰がやったかということを全部調べていきますと、やっぱりウクライナがどっかしらでやった。で、クリミアの中においてもですね、空軍基地が爆破されたり、いろいろそういうことが起きてますよね。だからこれはクリミアまでまた火がね、の横が入っていくってことはありえないと思うんですが、ウクライナはそれを
まあ、奪還するんだということをゼレンスキー政権になってから強硬に言い始めたんです。まあ、常に言ってますよね。そうなんです。まあ、それがある限り本当停戦できないですよね。できないですね。だから一時のこの間、ね、そうですよ、2月24日の後に、何回か停戦合意の話し合いがされた時に、ウクライナが、15年間やはりそのクリミアと、ドンバス地域を一応棚上げして、ロシアもその棚上げして交渉しようということから出発しようということは一つのね、提案の、まあ、あの停戦の、合意の一つのツールかなと思ったんですね。で、あの時聞くとロシア側は最終的に停戦の協定案の協定をもう承認するとこまで行ってたと。それを壊したのは全部ゼレンスキー、ゼレンスキーだって言われてますよね。だからもう協定で、案で OK を出して承認しようと、平和的な協定を進めようと言っていたのがロシア側のプーチン大統領であって、逆にそれを拒否したのがもうゼレンスキー大統領だったという現状ですよね。だといえば、まあ、バイデンがそれをね、後ろで操っているということになっちゃいますね。はい、で、国連も国連でね、権限がないのにもかかわらずですね、グレディスさんは、もうこのドネツク、ルガンスク、サボリジェ、そしてヘルソンのね、まあ、いわゆる併合の決定に対してね、法的効力は国連の事務総長としての効力がないにもかかわらず、バイデンに言われかなんかですね、言われてかなんかして、その、権限以上のことをもう言ってしまっていると。で、これに対して国際社会の中で何を言ってんだということで、国連憲章の第100条においてもですね、事務局の事務長はそういうことを言ってはならないということが書いてあるにもかかわらず、責任以上のことをですね、行動を慎まなきゃならないのを、もうバイデンに賄賂をもらってんじゃないかというぐらいね、やってますよ、これ。ということで、国連の加盟国の中から批判が出てる。まあ、ワクチンのことでもなんか、WHO の、事務局長が非常にエチオピアの人だったんですかね、元、そういう人がなんか、だろうと言われたようなと同じようにですね、やっぱり言われてきてるという話ですね、今。これも大変なんでね。まあそういうような状況なんですね。うん、で最後にもう一個、今、ロシアで、徴兵じゃなくてあれ、動員令ですね、動員令。動員令。はい。結構今、まあ、混乱してる事態はあるのかなと、うん、まあ、西側メディアは相当こうそれを面白おかしく、まあ、プーチンがものすごい強引な徴兵を進めてるみたいな、まあ、報道をして、で若者が逃げ出しますみたいなやつをやってるかと思うんですけれども、まあ、実際に一部ちょっと事務上は混乱した面があるんだとは思うんですけれども、あれもともと退役軍人に対して、まあ、なんとか今回の戦闘に参加してくれっていうのを、まあ一応促すことだと思うんですけど、まあ退役軍人の方以外にも間違ってたくさん届いてるみたいなことが、まあ言われてるのかなと思うんですけど、木村さんこの点についてどう思われますか？予備役とかね、そういう人みたいで若者で、まあ、動員令がかかっていますけども、これは、まあ、今のこの状況の中で、ロシア祖国を守ろうということの全体的な、できる人は、一緒に参加してくれという呼びかけだと思いますね。それで、まあ、特別な軍事作戦ということで、まあ、行動を起こして、そして、自分、ロシア系住民の人々を、救おうとしたと。で、救おうとして、まあ、行動を起こして、救ったんだけれども、逆に、ウクライナ側がね、どん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 アメリカの武器を入れてきて、そして、停戦をしていこうという中で、まあ、向こう側から攻撃をさらに強化して、そして終わらせようとしない状況が続いていると。
で、これは特別軍事行動でやっていたけれども、一つ戦争そのものではないんだけど、祖国防衛ということに対しては、やっぱりこの30万の軍隊、まあ、15万の軍隊から行っててね、これ30万にするってことなんですけど、まあ、倍にするってことなんですけど、皆さんがやっぱり祖国防衛ということで、もうちょっとこれに、入ってやっていきましょうということですよね。それは。で、事務的な手続きにおいては、まあ、混乱をしていったというのは、まあ、停戦をできるんではないかと。で、常に間口を上げてるわけですから。で、相手側がそんな、まあ、なんて言いますかね、そこまでひどいものだとは思ってなかったってことですよね。ゼレンスキー政権のこと。ああ。うん、プーロシア側がね。ある程度まあ、もうちょっと早期に停戦ができるものと、やっぱ思ってたということですよね。うん、そういうことだから、いや、要するに、普通はそうですよね。ですから、もう、やはり人が亡くなるわけですしね。そして、別に何をこの、もう打ち壊して民間を壊すとかやっつけるとかっていうことじゃなくて、ドネツク、ルガンスク、そして、ロシア系の人々を救うということを、もう最大の大義にして、いて。で、向こう側がね、もう、なんて言うんでしょうね。戦争をしないと、むしろ逆に、ウクライナ住民に対して縛りをして、18歳から60歳までの男子は、もう失踪しちゃダメだっていうぐらいやって弾圧してですね、その縛って、そしてやらせてアメリカの武器や西側の武器をね、もう代理戦争をやっている状態で、やめれないわけですよ。向こうも。だからそういう中では、そしてもうちょっと先に言うとブレジンスキーのロシア三分割のね、ドクトリンもありますし、ロシアをじゃあ、痛めつけて最終的にはプーチン政権倒して、ロシアを三分割してしまおうというようなことに対して、戦わなければならないねということですよね。もう本来ならば、ロシア系の住民たちを守って、守ろうとして、そこを解放して、特別軍事行動だったけど、相手はね、もう、その、普通だったら、もうここで、やめようというところなんだけど、そうじゃなくて本当になってきている以上は、これは皆さんやっぱり、周知徹底して、動員令を出して、まあ、逆に言えばロシアの軍隊だって、軍人だって、もう多く亡くなってるわけですから。そうですね。かなり亡くなってますよね。まあ、将校とかもかなり死んじゃってるっていう、そういうプロパガンダもね、もちろん、ね、なくなってますけど、ありますからね。ですから、そういう意味では、お互いになくなっているわけですけども、そのなくなっているのはね、もうよく言われた人が、結局アメリカや西側は高みの見物で、兄弟国同士がね、そのゼレンスキーというおっちょこちょいを使って殺し合いをしてざまみろと。で、最終的にそれを、高みの見物で、ざまみろよっていうことで、どんどん消耗していくことを、見てるだけなんだ。で、それに、まず気がついてるのは、プーチン大統領は気がついてるんだけど、相手のおっちょこちょいが気がついてないんだ。っていうことなんですよね。さすがにそのプーチン大統領だって、ユダヤ人の、その、ウクライナの大統領だって気がつくだろうと。しかし、実態は、やっぱり西側の、ウクライナの中のリボウの方の、西側の地域の人だから、やっぱり気がつこうが気がつかまえが、あれなんですよね。こっちの東側のキエフや、まあ、ドンパスや、それら辺の、まあ、スラブ系の人じゃないんですよ。だから話が通じないのかもしれないっていうことですよね。まあ私はもうこれからクリミア大橋の問題なんかも攻撃されてありますけれども、まあロシア側がね、今度はね、戦術核を使うんじゃないか。そのために東部地区から軍隊をね、どんどんロシア軍の軍隊を撤退させてる。まずこれは、ロシア軍の軍隊が、もし戦術核を使った場合の被爆をさせないための撤退じゃないかっていうことも今言われてますけれどもね。まあ、その辺はどうなるかわからないですけども、まあ一応、戦術核を、まあ使わせようということが、ゼレンスキーにもあるし、西側にもあるしですね、挑発をさらに
繰り返すということになっていってんじゃないかと。戦術核利用には本当に至ってほしくないですね。まあ、ロシアの立場としては、核を使用するというのには厳密なドクトリンがあって、2つの大きなドクトリンがあります。で、対ウクライナに対してのロシア人の人々を解放して救出するその軍事作戦においては、核をね、対ウクライナでは使わないということは明確に言ってたんですね。ただドクトリンとしてあるのは、これはどういうことかというと、二つがあるというのは、ロシアに対して相手側が核攻撃をしてきた場合には反撃攻撃として比例報復措置としての核を展開すると使うということがドクトリンで決められた。もう一つはロシアに対しての祖国に対して通常兵器でもこれを攻撃を、悪なき攻撃をしてきた場合に、至った場合には、この核を使用するという厳密なドクトリンが課せられているということを言っています。ですから、今4州を、ロシアに、したと。ロシア領にしたと。だから、ここの地域でロシア領にしたんだから、そこに対して攻撃をしてきたということは、ロシア領に対する、ロシア領に対する攻撃だということで、それを使うんではないかということをね、まあ、言ってる。だから、要するに使うんではないかじゃなくて、使わせようとしてるんじゃないかということなんですね。それは。むしろ停戦がこの声明の中でも出てる、ロシアは常に、停戦の用意があるんだ、話し合いの用意があってテーブルにつこうとしてんだということですね。ですから、そこの時点で、まあ一種の国際的なですね、メディアもロシアがですね、もし核を使う、戦術核でも使ったということになれば、まあ大非難でみんなが、いやそれはおかしいんじゃないかっていうのは、もう大炎上することはもう当然火を見るは明らかなんですよ。明らかなんですよ。しかしそれは西側にとっての大プロパガンダで、大ロシアに対する批判の持ってこいの一番の、いい状況ですよ。そんなの分かりきってん。しかしながらそういう地域に仕掛けさせて使おうとさせる、停戦をさせない、その方の大きな罪というものもあるということですね。それをちゃんと、もう今、あらかじめ、それをちゃんと熟知していただきたいなと思いますね。まあ、なかなか今後もどうなるか、情勢に目が離せない状態でございますけれども、まあ、やはりいち早い停戦、これを本来ならば、まあ、日本がやるべきことでございます。そうですよ。本当にそうなんです。本当にそうだと思います。だから安倍さんの国葬の時もね、私は国葬に反対でしたけど、それこそプーチン大統領をね、招待して、ゼレンスキー大統領も招待して、そして、岸田検討し内閣がね、何もしないわけですから、そのぐらいちゃんとね、やれればね、よかったんですけど、何にもできないで、バイデンさんの言う通りですね。はいはい、世界の平和を求める。そして、G7 を来年広島でやるなんて言っていて、それこそね、核を使うなということ、核を使わさせるなということの一番彼がやんなきゃいけない、政治的アピールですよ。それをやらない。そうですね。はい。まあ、対米自立をして、本来の、国際社会に貢献できる国にしたいです。ですね。はい。それは、まさにそこが共通のところでございます。はい、今日はいろいろと、貴重なご意見ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とまたよろしくお願いいたします。なんだってできるのさ、ピープルパワーで。黒川敦彦と木村光です。ありがとうございました。お送りいたしました。ありがとうございました。世の中良くなりゃ楽しいな。頭と元気出して。